上の手続きがありますから、貸し出し中の証拠品があれば一度すべて鑑識課に戻してください。前科があります。いずれも恐喝や盗みなどで、それほど重大な犯罪歴は記録されていませんね。ジェニファー・チョイは誰なんでしょうね。絶対になくさないでください。大切な証拠品ですから。緑色のサングラスですか？持ってますよ、はい。緑色は縁起がいいですからね。ベージュですか？何着かありますが。何をおっしゃるんですか？主人が悪いんじゃありません。悪い女たちが主人を騙してたんです。実はダニエル・チョンが会社の金を使い込んだんだ。問い詰めたところ謝るどころか開き直った。もう娘とは離婚させるしかないと思ったんだ。そこで息子と相談して、あいつは女癖の悪い男だったから浮気現場でも抑えようとしていたのは事実だ。詳しいことは息子に聞いてくれ。そういえば事件の1週間前だったかな、うちに金を貸せと言ってやってきた。あまりに大金だったので断ったが、あいつの商売はうまくいってないのか。私には関係ありませんよ。ダニエルさんとは何もなかったんですから。私、何でもありません。ミッシェルもあんなに大事にされてるんだから。いえ、何でもありません。その人は、私は部屋からは一歩も出ていませんよ。しつこいな、あんたも。私は誰からも借金なんかしてない。プライベートな問題ですから勘弁してください。ダニエルさんは死んでしまいました。
どうでもいいじゃないですか。パトリシアがかわいそうです。トーマス・ワン様は一度当銀行に融資のご相談に入れられたことがあるんです。担保や保証人の条件が揃わずお言葉に申し上げたんですが、ポール・ウォンは4ヶ月ほど前からうちで働いていたのですが、無断欠勤が多く接客態度が良くないので私も困っていたんです。はい、事件のあった夜ですか？出勤していたはずですよ。実は客室係の者が事件のあった夜に6階でトーマス・ワン様を見たというんですよ。ワンさんの部屋は5階でしたから、どうして6階にいたのか不思議です。ダグラス・チュー様がまだ小さかった頃から存じております。実はダニエル・チョン様が殺された晩、ダグラス・チュー様を見かけました。ロビーからエレベーターに乗るところでしたが、なんだかとても興奮している様子でした。事件のあった夜に私がマーガレットホテルにいたですって？それは。確かに父と相談しまして、そういう計画は進めていました。しかし具体的な方法が思いつかず、実際にはまだ何もしていませんでした。事件の数日前ですが、事務所を訪れました。何かとても困った様子だったのですが、結局世間話をしただけで帰ってしまいました。確かに父と相談しまして、実は横領事件がありました。社長に世間体があるから外部には漏らすなとお厳命されておりまして、黙っていました。実はワンさんは最近商売はどうもうまくいってないらしいんです。何でもダニエル・チョン様が噂を流していたようで。噂ですか？私も事実関係は知らないのですが、同性愛者だとか。
1ヶ月ほど前になりますか、トーマス・ワンの帳簿上のちょっとしたミスでダニエル・チョンと揉めたんです。あの二人の揉め事は日常茶飯事でしたからあまり気に留めていなかったのですが、ダニエル・チョンがトーマス・ワンに、そう、ホモ野郎と言ったんです。そしたらいつもはヘラヘラと謝っているばかりだったトーマス・ワンが大声で怒鳴り散らしていました。びっくりしましたよ。そしてその日のうちに辞めてしまいました。時は回数を間違えたんだ。誰にでもあることでしょう、そのぐらい。ああ、確かに私は香港銀行へ融資の相談に行きましたよ。でもそれは仕事上金が必要だっただけで、事件とは何の関係もない。ポールと一緒にいた女はショーン湾にあるクラブに勤めているそうだ。行って話を聞いてこい。私がホモですって、だ、誰がそんなことを。ホモのどこがいけないって言うんですか。あら、あんたこの間ポールボンをパクった刑事ね。私は何も知らないわよ。ポール・ボンとは知り合ったばかりなんだから。え？名前？ナンシー・イウよ。これ彼からもらったものなんだけど、私いらないわ。わかりました。早速調べておきましょう。銀のブレスレットですね。僕はありふれたものです。多分男性が女性に送ったプレゼントでしょう。絶対になくさないでください。そんな証拠品ですか。信じてくれよ、俺はやってないんだ。ダニエル・チョンは殺されてたんだよ。確
かに見たんだよ。あの女を調べろよ。やばいと思ってシカトしたんだ。俺は本当にやってない。それに俺はあそこの従業員だったんだから、当然ホテルにいたさ。え、あの女か。ああ、飲み屋で知り合ったんだ。あまり日が経ってないから詳しいことは知らないよ。ああ、そうだ、緑色のでっかいやつだ。嘘じゃない、ちゃんと調べてくれよ。ベージュ色の割と地味な感じのやつだ。俺は確かに6階のエレベーターのところですれ違ったんだ。本当だ。ダメだ、頭が痛い。くれたものです。結構傷もついてたし、どこかから盗んできたんじゃないかしら。